ジェーン・グリアはアメリカ合衆国の女優、歌手、モデルである。映画、過去を逃れて、絵の出演で知られている。1924年9月9日、ワシントン DC に生まれる。子供の頃に数々の美人コンテストに出場しており、12歳の頃よりプロのモデルとして活動する。歌手活動を優先するため、高校を中退した。第二次世界大戦中には、 雑誌、ライフ、ニュース映画、婦人陸軍部隊のポスターにてモデルを務める。1945年、ツーオクロックカーレッジで映画初出演を果たす。1947年、ジャック・ターナー監督のフィルムノワール、過去を逃れてに出演する。1956年に、太陽に向かって走れで、リチャード・ウィド・マークと共演し、翌年には、千の顔を持つ男で、 ジェームズ・キャグニーと共演した。過去を逃れての解雇上映にて、テイラー・ハックフォードと出会った後、1984年、ハックフォード監督による同作のリメイク、カリブの熱い夜に起用される。2001年8月24日、ガンの合併症により、カリフォルニア州ロサンゼルスにて死去。76歳を打つ。ありがとうございます。